はい、皆さん改めましてこんばんは。私、葉っぱの葉で夜空に飛ぶ月、汐留の潮で龍の龍と書いて葉月しおりと申します。よろしくお願いいたします。というわけでですね、私が本日のトップバッターといいますか、オープニングアクトを務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。では、自分のオリジナル曲を2曲続けて聴、いてください。では、聴いてください。 Loving you。悔しい。
名はですね、私の、作詞作曲でした曲を2曲続けてお送りいたしました。1曲目は自称片思いソングの城葉月しおりの作る、第1弾の曲、片思いソング「ラビニュー」という曲と、ここにいる全ての方に感謝を込めまして、書きましたありがとうという曲を聴いていただきました。ありがとうございます。今日はね、ひとみちゃんのバースデーライブということで、ひとみちゃん本当に誕生日おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、というわけで次がラストの曲です。なるほど。というわけで、そんなことないないっていうのが今、お客様が喋っておられましたが、そのお客様からフレーズをいただきました。はい、ありがとうございます。というわけで最後の曲に行く前に私の告知をします。はい、来る2019年11月14日木曜日、葉月しおり主催のライブがございます。ライブフェリドットボリューム14、会場は阿佐ヶ谷ドラム、オープンが18時30分でスタートが19時から、チケット料金は1500円プラスバンドとリンク制となっております。ね、今日バースデーライブの主役でございます枝川ひとみちゃんも出てくださいます。というわけですね、ひとみちゃんが出るということはですね、もれなくなごもかずもりさんもね、専属 MC ですからね、ついていきますよ、もれなくね。かまずもり愛してる、あれだあれだ。はい、お決まりの人が決まったところで、あとはね、各 SNS やっておりますので、こちらのフライヤーをもとに葉月しおりで検索していただけると幸いでございます。はい、カレーじゃないからね、これガソリン、ガソリンネギラマンだ、飲んでる姿もあ、わかんない。美脚って言われても足見えてないよねみたいなね。はい、では最後の曲になります。止まない雨はない、雨が上がると虹がかかります。今日がどんなに辛くて苦しいことがあった日だったとしても、明日はきっといいことがあるさ。では聞いてください。Oh, hi there.
虹をかけていってください。あの子の約束一日降りて涙が湧いて風車に乗り越えて雲が流れて光が差して見上げてみてきっと。